はい、タバコ喫煙動画始めていきます。今回はじゃーん、バイオレットのカートンを買いましたので、こちらを開けていきたいと思います。 JT、 こちら1個350円で、これ10個入りのワンカートンで3500円と、まあこちら沖縄の限定タバコなんですが、まあ渋谷の道玄坂のタバコ屋さんで買いました。よし。これ人生で2回目ですね、カートン買いはね。カートンのタバコを買ったのは。これ2回目。ちなみに賞味期限が2018年の9月。と書いてあります。じゃーん、バイオレット。久々やな。まあこれはあれやね。ハイライトの、まあちょっと劣化版みたいな感じか。ハイライトよかは、まあ、あれやけど。まあ、コスパ的には350円なんで、非常に安上がりと。まあ、ハイライトが420円ですからね。これ同じくラムチャッコーのタバコですね。こちら好きなんですよ。こちら好きなんですよね。バイオレット。こんな感じ。それでは吸っていきたいと思います。ちょっと、なんか、花の香りみたいなのします。うん。結構、久々に吸うとあれやな。なんだろう。花のような、こう、着光の香りがすげえしますね。うん。ワイオレ。ウィキペディアがあります。旧産休品のタバコ。米軍統治時代、沖縄においては琉球タバコ、オリエンタルタバコ、沖縄タバコ産業の3民間会社がタバコの販売をしており、バイオレットはそのうち琉球タバコの製品として1959年に販売が開始されたものである。うん、沖縄返還によって、沖縄においてもタバコの専売制が敷かれることとなったが、琉球タバコが製造していたバイオレットは、ウルマとともに日本専売公社製造が引き継がれた。なお、この時オリエンタルタバコのハイトーンと、ロンも継承されたが、ともに現在は製造が行われていない。旧産休品に設けられているタバコ税のなんたらかんたらで値上げされ、一箱350円。付箋紙のデザインはハイライトと共有している。ほう。付箋。うん。結構香りがあるやね。香りが結構、きついな。なんか鼻の香りが、すっげえ。しますね。とっても強烈なラムレーズンのような甘酸っぱい香りがし、これラムレーズンか。あ、そう言われるラムレーズンっぽい。ラムレーズンっぽいな。うん。レーズンっぽいな。あ、レーズンだな、これ。ラムレーズン、うん。まあ、ラムレーズンかな。うん。の、あれ、香料が使われてる。うん。
あ、ラムレーズンだわ、これ。あ、タールチが17ミリ、ニコチンが 1.3 ミリのタバコです。おう。あ、そういえばフィルターちぎってなかった。フィルターちぎんの忘れです。昔は260円とかで売られてたよね。今から100円ぐらい安いですね。5年前ぐらい。あ、ラムレーズンのタバコだ、これ。なかなか面白い香りするな。ああ。久々に吸ってみたけど、こんなあれだったっけ？なんかラムレーズンの香料がなんかアップした気するな。気のせいか。うん。これはなかなか得意な香りがしますね。今までラムレーズン着光のか、あの、タバコなんて、吸ったことないやな。うん。まあ、これはさすがに、あれやろな。プレーンフィルターやろな。さすがにあれやろ。チャコールなんていう上等のも使ってないだろ。939品やから。うん。まあ一応、フィルターを分解してみましょう。うん。これはなかなか、癖があるね。これは嫌いな人は嫌いかもな。うん。うん。これは嫌いな人は嫌いだろう。香りがね。結構きついですね。きつめの香りがします。うん。これなかなか、あの、ラムレーズンの香りのタバコはなかなかないからね。うん。それでは、フィルターをちぎってみましょう。あ、プレーンですね。こちらプレーンです。プレーンフィルター。プレーンフィルターとなってます。ちょっとこれちぎってみようか。さすがに中はちぎる。うん。中は全部プレーンフィルター。プレーンでございます。プレーンフィルターですね。うん。プレーンです。ということで、こちらはなかなかラムレーズンの香りが楽しめるということで、四つ星！これは美味しいですよ。うん。ラムレーズンの、あの、アイスとかよくあるけど、あれは、あの、美味しいじゃないですか。あんな感じ。ということで、ご視聴ありがとうございました。